まあいいかと思って白い糸で縫っちゃいました。こんにちは、うさんこです。お部屋が片付く布小物作ります。持ち手は作らずに綿テープ使ってみたいと思います。材料を準備していきます。こちらは表布、32cm×22cm、 32cm×22cm です。 12cm×12cm、 こちらも 12cm×12cm です。裏面には接着芯貼っています。今回はちょっとしっかりした風合いの接着芯を貼っていますよ。次は裏布です。裏布も表布と同サイズです。持ち手作ってもいいんですが、今回は綿テープ用意しました。20センチを2本用意してくださいね。持ちやすいように中心から4センチ、4センチ、8センチ縫ってあります。縫わなくても大丈夫です。まずは表布に持ち手を仮縫いしていきます。中心から3センチ、3センチのところに持ち手を仮縫いしてください。持ち手は布端から5ミリぐらい出るように仮縫いしておいてくださいね。布端から5ミリのところを仮縫いします。反対側にも持ち手を縫い付けてください。縫えました。表布にサイドの布を縫い合わせていきます。こちらの正方形の布です。正方形に縫えるようにちょっと裏にこんな感じで線引いておきました。布の向きの下側と両サイド、縫い代1センチなので1センチで線引いてあります。この字に線引いてくださいね。事前に布の中央に切り込み印入れてあります。目安として中心から5センチ5センチのところに10センチの線を引いています。表布の中心とサイドの布の中心を合わせます。サイドの布を縫い付けますが、両端は1センチ1センチ開けといてくださいね。反対側にも縫い付けます。12センチの正方形のサイドの縫うところは10センチになります。両サイドを縫い合わせてください。正方形のここの部分と表布のここの部分を縫い合わせます。この部分線引いてないんですけど、布端から縫ってくださいね。布端からそこ縫い付けたところまで縫います。11センチ縫ってください。この部分ね、ちょっと縫いづらいので縫い目を切らないように切り込みを入れます。この角、三角になったところもちょっとこう切っちゃうとね、縫いやすいかもしれません。切り込み入れるとずっと布の馴染みが良くなって縫いやすくなります。残りも同様に縫い合わせていきます。切り込み入れるとずっと縫いやすくなります。角もねカットしてるので、表に返した時も角が綺麗に出ます。縫えたら他の辺も縫い合わせていきますが一緒です。角を作るところに切り込みを入れて、辺を合わせる時にできる余分な三角の部分をちょっと切り落として、縫い合わせる箇所の辺と辺を合わせてくださいね。縫い目を切らないようにここに切り込みを入れるとすごい角が縫いやすくなります。あとはね、落ち着いてゆっくり縫っていけばなんとか縫えますからね。四角い形のシルエットが縫えるようになると、作れるものの種類の幅が広がってすごい楽しくなりますよ。こんな感じに表布が出来上がったら、裏布も同様にサイドの布を縫い付けていきます。裏布も縫えました。
表布、裏布とも縫い代は開いておいてくださいね。物入れに仕立てていきます。裏布を表に返して表布と中表に重ねます。クリップで留めて形を整えました。この辺に返し口を作って縫い代1センチで縫い合わせていきます。縫えたら返し口から表に返します。袋口の周りを縫い押さえます。下糸を赤にセットします。このタイミングで返し口も一緒に縫えちゃいます。できました。完成です。四角いバッグになりました。持ち手の、糸が白いのが割と目立っちゃってびっくりです。四角く縫ってるんですけど、ちょっと布なので若干四角がゆるっとした感じになっちゃいますかね。しっかりとアイロンかけるともっと四角い形になります。シルエットをもっとはっきり出したい場合はこの裏布にも接着芯を貼るのがいいかなと思います。まあ布物なので柔らかい感じもあって、なんとなく四角であればいいかなという方は私のようにお作りください。サイドは10センチ ×10 センチの正方形に仕上がっています。横の長さは20センチになります。ここのね、こう縫い目があるとかピシッとしてくるので、ここの部分も縫い合わせるような作りでもいいかもしれません。縫う箇所増えちゃいますけどね。以前作った正方形の小物入れ、こちら8センチなんですけど中には収まります。10センチの正方形の小物入れを作ると仕切りボックスのような感じで使えますよね。なかなか可愛いですよね。四角く縫うのもこの切り込みを入れる方法だと綺麗に仕上がると思います。四角いので布小物入れとしても使いやすいです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。楽しいなと思ったらチャンネル登録お願いします。